はいこんにちはてかこんばんは、えー、ライジンが世界一大好き893チャンネルですはい今日はですねライジンの第10試合、えー、ブアカオバンチャメイク対アンポルキア選手の試合があったってことで話題になってんですけどいやー本当ねレベルが高いなーって思いましたねはい。 まあ、アンポロキア選手はやっぱりまあ日本の若手有望ボーカブの選手なんですけど、まあ、それに対するブアカオ選手はやっぱりレジェンドですよね、まあ、すでに40代ですけどやっぱムエタイスタイルを得意としているタイの英雄で伝説の選手なんですねいや本当ねあのバチバチのスタイルで本当にすごいなって思いましたねまあほら こここなんですこれはもう昨日のニュースなんですけど、ライ40歳、ブアカオの肉体にファン驚愕アンポルキアも70キロの、えー、体を作り上げ、でかい、両者軽量パス、まあ、これがあの試合前のあの軽量の様子だったみたいなんですけど、まあ、この肉体を見れば分かるとおり、あのー、ブアカオ選手ね、本当、40代にはちょっと見えないですね。はい 30代ぐらいにしか見えないですね、この肉体は。まあ、明日はなんか41歳になるってことなんですけど、まあ、この今日の試合見た感じだと、本当にあのやっぱ、無栄体仕込みのキックボクシングスタイルで、まあはい、すごい、え、この人、本当に40歳なのみたいなあのその動きをしてたんで。 やっぱり、ね、K1 とかに出てた、ね、レジェンドは本当にすごいなって思いましたね。はいまあ、対するアンポ・ルキア選手もあの、まあ、の若いし体力はあるんですけどやっぱりそのブアカオ選手はやっぱりもう経験がすごいんでやっぱそういう意味ではやっぱりそのエクスペリエンスですね経験が、ね、あるんでやっぱそういうところが、ね、あのブアカオ選手にとって有利になった試合だったなって思いましたね。 あと,はあとはね、あのーまあまあ、ブアカオ選手、はいまあ、ちょっと解説を見れてもわかると思うんですけど、はいまあはい、こんな感じでね、はい、やっぱブアカオは、ね、実績があるから、やっぱパンチも強いみたいなのが書かれてるんですけどいや、本当だなって思いましたね、本、ま、当、あ、バチバチのあのえ仕込みの見えてるスタイルで。 アンポルキア選手もあの確かにすごい、あのー、格,闘選手の格闘センスの,あの持ち主だと思うんですけどやっぱりバーカオ選手はねやっぱりその無タイがねすごいからまあ朝倉未来さんでも勝てるか分かんないなって思いましたねはい、まあ、正直なんかすごいねあのー、まあなんだろうすごいす,す,ごすぎる試合だったんで、まあ、正直ああんだろうなまた見たいなって思いましたねはい まあ、第4試合でメインじゃなかったのに、まあ、今回のライジンでは、まあ、一番面白かったと思いましたね、まあ、あと他にも、まあ、佐々木選手の試合とかも良かったし、まあ、岸本選手の試合とかも良かったんですけど、はいまあ、ただねやっぱり一番良かったのはあのやっぱブアカオ選手の試合だなと思いましたねやっぱこの試合をねあの見るたびにあの今日あの何だっけちょっと 雨バでね、ちょっと登録してみたみたいな感じなんですけど、はいまあ、試合についてはまあ自分でまあ登録してみていただければいいと思うんで、いや本当ね、あのレベルが高かったんで、またね、ブアカオ選手にはね、あの来ていただきたいなって思いましたね。はい